JR 阿蘇駅に隣接している阿蘇田園空間博物館が農業・農村整備有料地区コンクールで農林水産大臣賞を受賞し市長へ報告しました阿蘇田園空間博物館は有形無形の地域資源を大切な宝物として次世代につないでいくために自然歴史文化景観のテーマのもと 地域内外に情報の発信を行っています。西岡理事長をはじめ、多くの地元住民の方たちが、魅力ある田園空間を生み出せるよう頑張っています。